はい、皆さんこんにちは、ワンダルゲルフィッシュです。では今回は、信長の野望大使パープキと上杉家前田刑事物語続けていきましょう。前回に続いて上杉と徳川の戦いをメインに、展開していくかなと思うんですが、残念ながらというか実は前田刑事が病気にかかるという事態に今なっていて、もしかしたら寿命が近いんじゃないかなというふうに思っています。では続きを始めていきましょう。早速時間を進めていきます。三河武士の誇り見せるは今ぞ。さあ大義名分を発動してきたというところですね。まずは金継ぐ3万が真田城攻略。そしたらこの後はどこに軍を進めるかだな。国峰まで進出するか、馬林まで進んじゃうか、ちょっと微妙なところかなと思うんですが、まあ、国峰まで進出して楔を打ち込みましょう。で、今、堀隊が飯山城を攻めてるので、それが終わったら、馬林城を狙っていきましょうか。で、一方、影勝軍3万は太田城を攻略中です。悪いが飯山城は兵糧攻めですね。では掘りたい、行こうか。これを岩殿へと進めていきましょう。出陣しよう。南城対4万か。ここは全軍で迎え撃つ方がいいかどうかちょっと要検討だな。兵数500の堀隊、上泉隊、これは置いていこうか。勝ちは揺るがないのであれば任せちゃおう。これぞ我が武、我が力よ。このまま太田城は深くダッシュする。兵糧だよね、やっぱり一番今喉から手が出るほど欲しいのが。一旦自動布陣でモグラ攻め、金をかけてモグラ攻めしよう。OK だ。干ばつ、ただでさえ兵糧が欲しいのに。大神義明も病か、心配だな。先月の終始です。表情を始める。いずれも失うわけにはいかない武将ですからね。刑事も義明も、もちろんこの表情にも常時加わってもらってるぐらいですからね。表情を終える。では精鋭鉄砲を入れておきます。あとは鉄砲貿易も入れよう。やっぱ鉄砲強いからね。ご命令を。そしたらまた最近のいつものパターンにはなりますが、ちょっとでも兵糧を買う。ありがとうございました。腹の底から勝ち時を上げろ。よし、まずは国峰は取ったね。正則1600で国見で取ったの、ちょっと意味わかんないな。とりあえず帰らせよう。で金継ぐが馬林まで攻めよう。後に続け。うわ、兵力的に結構しんどいな。戦に勝つが。ここはギリ勝利したものの太田城が取れないかもしれないね。この城
うわ、取れたか。いやー、危ないな。太田城が本当に危ない。影勝は一旦返そう。かたじけない。で、堀隊と金継ぐ隊で北関東を蹂躙する。馬林にこもるは、政宗だな。これ54日。まあ、約2ヶ月かかるか。結構かかるな。義明が死にましたね。おっと、ついに、前田刑事物語と言っていたのに前田刑事が散ったか。とはいえ、まあちょっとね、ここで終わりにするのもなんなので、一応家康に引導を渡すと。家康が死ぬところまではちょっとプレイをしましょうか。もう家康の寿命も長くはないと思うので。報告いたします。先月の終始です。下地よ。家康が死ぬその時までプレイということなので、まあもしかしたらこの今日が今回が最終回になるんじゃないかなという気もしますが、悪いが負けられぬのでな。よし、堀隊安定感あるわ。本当に氏真が我が家臣となるか。残りは全員処刑だ。手を打とう。さあ、この先どん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 敵の懐深くまで入っていくので心配の種は尽きないけれどもだ。戦場で死ねぬか。さ、夏まで来ましたね。そしたらそろそろ、まあ、家康が死ぬまでと一旦、その区切りを決めたわけなんですが、とはいえ、武とも、そろそろ、仲良く、しておきたいな。神前が打てるのがでもいないのか。できればね、毛利とか長宗我部とかとは仲良くしておきたいな、いう意図があったんですが、まあ、ちょっとそれは今かなわずというところであれば兵糧を買います。残りの敵の城はどれも硬そうだね。三河武士の誇り見せるは今ぞ。大義名分使ってくるね。敵が我が領内に向かっております。さて、今度は西の徳川義直8万か。8万ですか。このタイミングで8万か。やってくれるな。タイミングで8万の兵を動かしてくる徳川家、さすがだな。さあ、我々も迎え撃ちましょう。鳥峰城に兵集めていこう。死亡者が多くなってきたね、ここに来て。報告いたします。先月の終始です。表情を始める。さあ、新しくじゃあ表情に入れるその武将を任命していかないといけないな。ウコン入れる。じゃあ他は
まさのりでも入れるか。なんか偏りが出てきそうだな。表情を終える。ご命令を。前田刑事物語の肝心の前田刑事と最優秀武将の一人最上義明が没してしまいましたからね。では対面を発動していきます。まずは国衆将兵、この辺りはもうデフォで入れておきたいですね。常にあとは口実剣さん、こんなところかな。仕方ねえ、待つか。この城もらえる。下林は落としたね。家康との兵力差もそろそろ逆転をしてきたんじゃないかな。行きます。進みます。怖いのがこっちだね。正則だったらしっかり撃破してくれるんじゃ。おお、これはでかい。敵8万に対して味方4万で絶対勝利できると言ってくれる。この勢い、さすがよ正則。行くぜ。であればその勢いのまま岐阜城を取ろう。正則の居城ですからね。そもそも先月の終始です。さあ兵糧がいよいよやばいね。とはいえあと1ヶ月経てば米が入ってくるので、ここは兵糧買い増ししてしのぎましょう。で肝心の家康はというとここか。まあ、ここはあっさり落とせるでしょう。23日の強行、これで敵を奪い、よし、唐沢山取りましたね。無念。ちょっと一旦家康との国力の差確認してみますか。まず我々徳川家に対抗している上杉家なんですが、兵数が25万ですね。一方徳川が26万、まだ26万か。ただ拠点数で逆転したので、兵力でも逆転するのは時間の問題かな。人口ではすでに逆転してますね。よし、岐阜城は奪取。このまま大垣まで攻めよう。ついてこい。正則軍が横山城まで進出。出陣だ。途中で兵糧切れを起こすだと。そしたら兼続を一旦返そう。これでそんなこともなくなるだ。使いの者が来たようです。松平から交渉の申し出、無条件で。それはないわ。ライレンの2万6000か。ゴンベイだけ抑えに残して決戦に挑む。
誇りにかけて負けはせぬ。推し城も取れればこっちのもんだな。よし、これで兵糧が入ってきます。病気か、西洋医学でも入れときゃよかったな。報告いたします。本当に病人が最近増えてきてるね。先月の収支です。実は僕もちょっとね、ご命令、ディズニーに連日行った日がちょうど暑かったり寒かったりで、あんまり体調が良くないんですが、マラソン大会も迫ってるし練習もしなきゃと、本当にねもういろいろ忙しいんですけど、その中でもゲームが癒しなんで頑張っていきましょう。で、そろそろ配属で委任をもう一度しておきます。だいぶ城増えたんでね。さて、これでどうするかな。金継ぐの軍ももう一度再度動かしたいよね。決戦に行くなら鳥山城。影勝軍が2万9千か。もうちょっと兵の数欲しいな。これでいこう。これで総勢4万。進むぞ。兵糧の減りが激しい、そんな予感はしますが、武士の誇り見せるは今来るね。イエス、大義名分使ってくるね。さて、ここは政宗が相手か。戦っておこう。違うね、政宗は皇族だった。真壁隊だね、先が。ちょっと待って、何この戦い。すんげえ微妙だな。そうなるともう一気に敵軍を葬り去る以外にない。何なんだこの3000っていうの。行くぜ。ゲチなんかよくわからんが、敵の大将を打ち取る以外にないな道は。始めるぜ。敵の居所知れました。ゲチよ、始めるぜ。始めるぜ。ゲチよ、始めるぜ。切り込め、覚悟せよ。このままでは。よし、泥沼にはまってくれてる。やりたい。この間に、あるいはいけるんじゃないか。始めるぞ。やりたい。切り込め、叩き込ぜ。やりたい。前へ、やりたい。前へ。始めるぜ。始めるぞ。いかんな、仕方ねえ。だは、壊滅したが。やりたい。おい。何だったんだろうこの戦い。本当に意味わかんないな。
マサノリはどこ行った？マサノリはここか。マサノリは横山城を狙う。まあでも、うまい戦い方ではあるよね。ある意味では。さて、ここは確実に勝利をしたいね。まずは軍施設。のろし城側は置けないのか。くぅ、きついな。泥沼にはめて兵力差で一気に潰すのがいいかな。命を始めよう。ご命令を。始めるぞ。下地を始めます。ご命令を始めるぞ。ご命令を。足の速い鉄砲隊をサイドに回らせて。ご命令を。ご命令を始めるぞ。命令してくれ。さあ、マサノリはやっぱ中央で指揮を取ってもらう。いざ進まん。こんなところかな。敵の居所をつかみましたぞ。名を始めよう。敵の居所をつかみましたぞ。まずは右翼で戦いが始まってるな。覚悟せよ。鉄砲の打ち合い始めるぞ。ゲチ、覚悟しておけ。ゲチ、覚悟しておけ。ゲチ、始めるぜ。やりたい。前へ。始めよう。一筋縄ではいかねえか。叩き潰せ。やりたい。前へ。始めます。ゲチよ、覚悟は良いか。やりたい。前へ。命令してくれ。さあ行こうぜ。覚悟しておけ。ご命令を。始めるぞ。やりたい。前へ。早いな。金森隊がもうこの手たらくか。力負けするとはな。早いな。待って、マサノリってさ、軍勢そんな少なかったの確認してなかったけど。やってくれる。2戦連続だな。2連敗か。しょうがない。ここは一旦、家康と和睦を結んで体制を立て直そう。結べないのか。変数1ってなんだよ。堀の1って。係数1ってなんだよ、本当に。笑えるな、1っていうのは。死ぬというのか。長宗我部と富田家はまあどちらにも関わらずに様子を見よう。で、お師匠は取ったね。石田正純が徳川家に入ってるのか。正純は、三成のお父さんでいいのかな。待ってくれ。これ勝ち目ないな。推し城の防衛に専念した方がいいのかな。行こうか。いざ参ろうか。
誇りにかけて負けはせぬ。なんとか結城城、小山城取りたいよな。よし、結城城取った。結城城取ったら一旦騎乗させよう。もう限界だね。兵糧に余裕はあるので、部隊をさらに起こす。どこに進発させるか。兵数が多いところから取りたいよね。70日までは目をつぶって、兵数が多いところから部隊を呼ぶ。出陣するぞ。これで関東の徳川の息の根を止めにかかりたいよね。もう関東だけを見たら圧倒的にこちらの方が有利ですからね。報告いたします。本城も先月の終始です。やばいか。表情を始める。流行り病と言われては、表情を終える。西洋医学を入れざるを得ない。いやー、入れられない。農業が足りない。農業が足りないよ。次のターンも間違いなく農業やらないとダメだね。委任したかったな、そういえば。まあ、ちょっとこのターンはいいでしょ。次のターンで間違いなく委任を入れます。30日だったら強行する。モグラ攻めも入れたいけど、 B までしか入れられないか。 B までしか入れられないかっていうか、2個手前のクルワまでしか入れられないですね。で、2万6000で決戦に来ると、まあ掘りたいだけ残して決戦に向かおう。これぞ我が部、我が力よ。ここまでは割と順調に来てはいるね。報告いたします。先月の終始です。ご命令を。さあ、忘れないうちにじゃあ委任をしましょう。新たに取った城2つ、ここを委任しちゃいます。配属のね、委任をします。部隊数、武将数、兵数ともに結構苦しくなってきてるね。負けてやるわけにはいかない。ようやく取ったか、烏山。重たいな、烏山も。宇都宮を先に取ろう。宇都宮、兵数いないんで。宇都宮、水戸と取っていきましょう。順番、順番。宇都宮なんかはさ、もうぐは強行で100かかるのか。兵数あまりいないように見えたんだけど、それでも強行で100包囲するしかないな。2000まで兵回復してるもんね。兵の回復が早いよ。
一気も大きいな。そろそろ一旦合戦を終わりにしたいんだけどね。ご命令を。ちょっとそこで線を引く余地があるかどうか確認していく。いやー、松平も無理だな、家康も無理だし、まあ旧結城家って言った方がいいかな。三河武士の誇り見せるは今ぞ。大義名分だろう、どうせ使ってくるよね。我らに負けても恥じることはない。一柳対強行で一気に大田原城を取る。いいよし、さすがよ、6万の軍勢の前には家康など出陣するぞ。で、水戸城ですね。これも一気にひねり潰そう。水戸城も兵数が全然いないのでと思ったけど、強行で3ヶ月かかるか。城が多分でかいんだね、水戸城とかになると。もう いや、これ以上は兵動かせない。北関東でだいぶ兵使ってるので。できることなら先月の終始です。本当に一度表情を始める。兵と民を休ませたいんだけどな。農業を入れて表情を終える。西洋医学かたじけない。池田両兄弟が我が配下となってくれましたね。で、こっからなんだよな。交渉の余地がないんだよね。松平も徳川も。まあ、ただ家康の方も兵糧はあまり多くはなさそうだよね。ここで迎撃の軍を出してこないということは。報告いたします。先月の終始です。ここは我慢して兵糧を買ってこの戦いを乗り切りましょう。取引を行いましょう。水戸城を取り終われればいいけど、どう間に合う。タイミング的に、うわ、本性が死んでしまったか。いやー、宿老中の宿老の一人、それがまたここで死ぬか。報告いたします。先月の終始です。ご命令を。取引を行いましょう。ここはとりあえず兵糧を変えるだけ買って、水戸城取り終われればでかいけど、よし、宇都宮は影勝が取ってくれたね。そしたら影勝の軍で小山を攻めて松平を滅ぼす。水戸城も終わってくれればいいけど、終わってくれるかな。包囲で80日か。いや、時間かかるな。よし、水戸城はなんとか間に合いましたね。敵の増援が来る前に。ありがとうございます。
政宗軍2万8千が水戸城の救援に来たんだよな。さてここは味方の陛下なども見つつ、味方は鉄砲がいない。ほぼ足軽だな。敵の方には鉄砲が散見される。幸い雨が降っているとなれば、全軍突撃で一気に決めよう。全軍突撃だ。切れました。投げ払え。よりといおい、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 よりといおい。とにかく敵の大将、恩大将のおい、削って削って削りまくるぞ。やりたい、もえ。これほどと。やりたい、もえ。一旦引こう。やりたい、もえ。ありえん。やりたい、もえ。くはっ、しょうもない戦いしちゃったな。6万の軍勢がパーだな。だは、水戸城奪還されてるし、まあ、兵糧がないのでこっからさらに兵を上げるわけにいかないからな。松平から交渉。無条件はないだろう。無条件講和は。家康と和睦したいんだよね。どうやって家康と和睦まで持ち込むかな。先月の終始です。表情を始める。さあここも農業を軍事でいく。うわぁ、武将がさらに。松睦がある、松前、この辺りを入れる。いや、だいぶ様変わりしたね。表情を終える。まあ、ここは優先して耐震を入れておこう。ご命令を。とにかく今は被害をね、最小限に抑えましょう。で、家康とは和睦だよ、和睦。まだ和睦できない。できないな。志半ばで。おお、大地震が起きた。いやー、危なかったね。本当にナイスタイミングで。ギリギリ耐震を入れた甲斐がありましたね。ゴンベイが死んだからな。
伊達政宗軍がやってきたというわけだな。ここは確実に指揮を取って今度こそ政宗を倒そう。軍施設としてよりは罠だな。鉄砲水も使えない。なるほど。じゃあまず見張り小屋だね。奇襲を受けないための見張り小屋。さらに戦法ゲージを貯める。あとは罠だな。困ったなぁ。どうする？これで行くしかない。行くぞ。ご命令を始めるぞ。なんといっても鉄砲とかが使えないからね。こう覚悟しろ。ご命令を。戦略的にうまく戦う術が用意されている以上は、影勝の6000を前に出して戦うしかない。敵の居所知れましたな。覚悟せよ、ノイル。ゲチ、始める。手加減なさ。後期人参切り込みを使うチャンスなんてまずない。この情勢を見た場合、始めよう。命は始めよう。覚悟せよ。ご命令を。覚悟せよ。まさか我らが。我らが破れる。早いよ、右近隊の壊滅。早いよ。早い早い早すぎる。マジですかい。乾杯の予感がするな。かかれ、かかれ。やりたい、前へ。今ぞ、攻め込め。切り込め。ちょっと数が足りなすぎる。覚悟せよ。時には大胆に攻め込まれば。しょうがない。これもダメ元で本当に本陣突撃するしかない。始めるぞ。命は惜しまぬ。それが我が戦よ。まさか我らが。やりたい、はい。やりたい、はい。切り込め。未熟者よ、覚悟は良い。かかれ。チェスター。
捨てがまりを発動したけど、どうにもならないね。今ぞ攻め込め。やりたい。前。我が部思い知るがよい。影勝が逃げまくってる間に、あるいは政宗を討ち取れれば、兵数も5部まで戻したよ。始める。やりたい。前。参る。覚悟せよ。切り込め。今ぞ攻め込め。切り込め。戦の仕方教えてやる。敵の居所知れたみたい。今は引こう。やりたい。よし、ライデンから滅させた。あと政宗の500。我が部思い知るがよい。雨が降ってる今がチャンスだ。始めるぞ。引くぞ。俺稽古をつけてやる。よし、戦況を完全に逆転したぞ。参る。始めるぞ。今は引くぞ。なんか泥仕合だけど、勝ちは勝ちだからな。容赦せぬぞ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。我が部思い知るがよい。切り込め。未熟者よ、覚悟はよい。なんとかここで、これからぞ。政宗あと100を始めるぞ。打ち果たしたい。いけるな。切り込め。一旦引く。よし、なんかわからんけど勝った。次なる戦も必ずや勝つ。これで小山が取れれば、いよいよ結城家、現松平家は滅ぼせるね。雷電の処刑できるのでかいわ。容赦せぬぞ。次なる戦も必ずや勝つ。よし、取った。で、全員登用する。まあ、それなりに武将は補充できましたね。さあ、これでどう？関東の徳川の勢力は完全に制圧圏内に入ってきたね。で、兵力差、影勝22万6千に対してなお24万か。ただ関東での優勢はもはや揺るぎないでしょう。あとは関東制覇した後、上洛を果たしていくっていう形ですかね。報告いたします。もうこの際本当に家康とは和睦を一度結びたいぐらいだけどな。ご命令を。
そうなんだよね。家康とは僕はまだ結べない。はい、ではちょっとまた今回もね、長くなっちゃいましたが、今回はここまでにさせていただきたいと思います。で、前田刑事物語、まあ漢字の前田刑事が死んでしまったので、一旦ここ今回ね、前田刑事物語はここまでにさせていただきたいと思います。まあ、おそらくこのままプレイを続けてれば、関東の徳川のまあ制圧は時間の問題で、その後はね上洛戦ということで、京都を目指して、進撃ということになったと思うんですが、まあ、これもおそらく関東を食った後はね、完全に勢力差、上杉の方が上になるんじゃないかなと思うので、十分に勝てる戦いになるんじゃないかなというふうに思います。では、信長の野望大使パープキット、前田刑事物語は一旦ここまでにさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただいた皆様、本当に、いつもありがとうございます。また、違うね、コンセプトでプレイしていきたいというふうに思いますので、その際はぜひぜひ、またお付き合いをいただければ嬉しいなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。